です。今回のエスプランザ TV は第246回目のエスプランザ TV です。それでは早速先週末のビタルのビデオをどうぞ。倒れそうな時選手のインタビューです。エスプランザ U15 の柳慎太郎です。今日はマルドに勝つことができました。これからも勝ち続けるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。エスペランサの13の井上優です。今日のめっちゃ大事な試合で先制点が出てよかったです。次も勝って全勝優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。スナトジニアユースの品田臨です。今日の試合はリーグ戦で大事な一番大事な試合で点を取ることができてよかったです。首位をキープしていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。汗カロル。汗カロルは暑いねという意味です。皆さんぜひどんどん暑くなってきたので使ってみてください。今週末の予定です。今週末はトップの試合などがあります。あとその他にゴールデンウィークの大事な試合もあるのでぜひ最後にチェックして応援してみてください。今回のスナックティーはここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週。バイバーイ。